はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのは、バルナックライカの、こちらは 2F になりますね。 3F の、スローがないタイプになります。はい、こちらの 2F の中の、レッドダイヤル後期タイプになりますねの、1000分の1がないタイプになります。はい、ではこちらは、メタルのボディキャップ付属します。はい、ではまずは外観から見ていきましょう。ぐるっと、グリッターベルカはオリジナルだと思われまして、特に割れとか欠け等はないです。古くなるとね、グリッターベルカ本当パリッパリにね、硬化してカチカチに硬くなって、ポロポロ欠けたりね、浮いたりしてるんですけど、それはこれにはありません。はい、あとこちらのトップカバーですね。トップカバーも特に問題ないですね。大きな傷等はないです、ね、綺麗ですね。うん、レッドダイヤルのね、 2F はこれ1000分の1があるタイプもありますが、まあね、もう1000分の1までいらないという人には、これは500分の1でもまでもこのタイプで全然いいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、あと底蓋ですね。ベースプレート、底蓋の方も特に大きな傷はないですね。メッキのすれはね、まあ仕方ないですね。使用していく上で。まあメッキの剥がれはないですね。はい。うん、全体的に綺麗ですね、これも。はい。はい、あとは。巻き上げて、動作的なものはこちら当店でフルオーバーホール済みです。その時シャッターマック交換もしておりまして、非常に綺麗です。巻き上げも非常に軽いです。はい、ではまずはバルブから見ていきましょう。はい、問題ありませんね。これはね、25分の1のためにね、それためにスローガバナーが入ってますのでね、すごいお金をかけてますよね、これ。はい、じゃあ、次は500分の1。はい、はい、しっかり開いてますね。まあしっかり開いても、測定して問題ないと言っても、実際に試写をした時にね、ただ問題がある時があるんですが、こちら実際試写をして問題ないのを確認しておりますので、その辺はご安心ください。はい、あと実際にフィルムを装填して試写した後に巻き戻しもやって、特に問題ないのを確認しております。問題があればね、時々フィルムが切れちゃったりするんですが、その辺は問題ないのでご安心ください。はい、あとは湿度調整も問題ないです。あとファインダーもね、とても綺麗です。20度もしっかり見えて、縦像横像ずれなく調整済みですので、とても気持ちよくピント合わせができます。はい、あとこちらフィルムカウンターもカチカチカチっと問題ないです。はい、あと F にあるインジケーターですね。インジケーターも非常にスムーズに動いてくれます。まあ、今時使うかどうかわからないですけどね。はい、あとは中、底蓋の中見ていきましょうか。はい、底蓋の内側もね、綺麗ですね。まあ、はい、もちろんですが、プール付属します。これ跳ね上げ式はね、非常に便利なんですよね。これちょっとね、硬くなったりしてるときは、この跳ね上がってくれた方が取りやすいですからね。はい、中は問題ないですね。はい、とても全体的にね、非常に綺麗なね、 2F ですね。スローもね、1000分の1もいらないで、500分の1、最高で500分の1があればいいという方には非常におすすめだと思います。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。 2F レッドダイヤルのご紹介でした。不明な点がありましてお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。